洋日町の教城の江間明聖洋日町の戦いは、天正10年10月に、日田国工場軍工場協を8日、町村において、日田国内で勢力を二分していた、姉賀工事より綱、小島時光と江間明聖との間で行われた合戦である。その歴史的重要性から、日田の関ヶ原の戦いとも呼称される。天正10年6月2日に起きた、 本能寺の変により織田信長の勢力が崩れ、それを機会に、同年10月、高原郷に本教を置く江間市の当主、江間明聖が、工場、古川、小島郷まで軍を進めた。輝き聖は、織田市に接近していた飛騨国士、姉が工事より綱との飛騨国の派遣をかけた決戦を、決意したとされている。江戸時代に書かれた奇襲軍乱記によると、互いの勢力は、姉が工事勢、 三木税千人に対して、江間税三百機であったという。江戸時代に記された文献は、この他に、飛騨軍艦、飛騨国知乱記など数点存在する。これら以外に八日町の戦い当時に書かれたとされる文献として、大般若原御田卿の奥書きが、日田市古川町にあることぶき落事に残されている。それによる、戦いの経緯は次の通りである。 天正十年十月二十六日の午前二時頃、エマ勢が、姉が小路側である、姉が小路宗家、小島時光、小島元頼よりの小島城に野襲をかけた。しかし、激しく応戦をされ、エマ勢は工場へと引き返した。翌日、三木頼綱が、小島時光と飛田三大勢力が加勢。牛丸近政、広瀬隆一きらと共に大日町の場において、エマ勢と退陣。 エマ・アキラ星は本陣にわずかな兵を残し、聖域馬隊で突入し、姉賀小路軍は混乱と交代。途中まで、エマ式馬隊優勢で、姉賀小路軍は押されたが、副兵の鉄砲隊狙撃し、本隊将であるエマ・アキラ星に致命傷を与え、落命、内ち死にし、エマ氏は混乱し撤退。本陣も占拠され敗退した。八日町での合戦で、当主、 エマ・アキラセイが内地にし、エマ氏は急速に衰退。すぐに、姉が小路氏は、表情を行い、翌日に、小島と木光と小島元よりが、エマ氏の本拠地である高原まで攻め込んで、高原諏訪城と市場を落とした。これによって事実上、エマ氏は滅亡、追放した。その後は、白川郷を支配する内賀島氏を除き、飛騨国内には、 三木市に抵抗する勢力はなくなり、三木市が、日賀一国を平定した。八日町の戦いの三ヶ月後、鍋山健寸なの計りごとが露呈し、日賀三大勢力である牛丸氏、広瀬氏と共に追悼された。日賀国内で、初めて鉄砲を合戦で使用したとされる。日賀の長篠の戦いとも言われる。江間明星は、鉄砲で、致命傷を牛丸千勝名が撃ち取ったと伝わる。 十三号峠の十三市の石踏み残った絵馬市の家臣十三名は、四君、輝き生の後を追って、大阪峠で自害、地元民に葬られた。現在は、この大阪峠を、地元では、十三号峠と呼び、十三市の日が、建てられている。ありがとうございます。